ロシアによる電撃的なウクライナ侵攻後、両機市情勢への懸念が高まる中、台湾は我々はウクライナと明確に異なる都線を引いた。台湾の中国担当部署である大陸委員会の旧太蔵主任委員は昨日の午後、台湾現地メディアとのインタビューで今日はウクライナ、明日は台湾という懸念があるが、これに同意しないと語った。 旧主任委員は地政学的戦略上の地位置理的情性経済的重要性、米国との関係など4つの条件で、台湾はウクライナと比べることのできない異なる点があると説明した。続けて台湾はインド太平洋民主同盟の一員であり、第一列島線の中心点だとし台湾が崩れれば、台湾海峡はもちろん南シナ海情勢が揺れ動くだろうと説明した。 この発言は中国が万が一にも台湾に侵攻したとしても、ウクライナのようにお手上げのまま、米国など西側諸国は傍観しないという点を強調したものとみられる。旧主任委員はウクライナに対しては戦車が直接国境を越え陸地戦を行うことができるが、身に囲まれた台湾にはそのような打撃を加えることができないとして、地理的差を説明した。また台湾は半導体供給の国際的拠点であり、 農産物と天然資源に依存しているウクライナとは経済的内容が異なるとし台湾が半導体ウェハーを供給できなければ、世界経済は大きな打撃を受けることになるだろうと語った。さらに台湾関係法により台湾は米国の防衛力支援を受けることのできるが、ウクライナはナトーカ盟国でないため西側諸国の支援を受けられずにいるという点も取り上げられた。旧主任委員はロシアとウクライナの衝突後、 中国の動きを中止し対応体制を強化した都市現在、両機市情勢は正常だと語った。